当たりやチャンネル快速、人を打つ。全部国籍アニメ実写問わずどんな映画にも当たるべし。スターアーツ。いいところも悪いところも正直に感想を言うべし。ミーツ。プリキュアは毎週リアルタイムで見るべし。当たりや関係ねえだろ。はいどうも皆さん。明けましておめでとうございます。さあさあついに始まりました2021年。去年は新型コロナウイルスで大変な1年でしたが今年はどうなるか。収まるどころか感染者が過去最高になってるのが怖いところね。新年になっても感染には気をつけてくださいね。さて、うちは今年も変わることなくやっていきましょう。新年一発目に紹介する映画はこちら。劇場版生徒会役員どもくん。人気アニメの劇場版ね。週刊少年マガジンで連載中の人気漫画の劇場版第2弾で、驚愕になったばかりの元女子校、桜彩学園を舞台に、生徒会役員たちを中心に癖のあるキャラクターたちが繰り広げる日常コメディーだね。監督はテレビシリーズ、OVA、劇場版第1作目に引き続き金沢博道だよ。新年一発目がまさかのこれとはね。これも本来なら去年の夏に公開予定だったのが延期になって、まさかの元旦に全国発射ということになりましたね。本当は新年一発目は新幹線半島のつもりだったんだけど、あっちは先行上映で見たのでこっちが今年の初映画になりました。まあうちのチャンネルらしいといえばらしいわね。というわけで生徒会役員ども、一応どんな作品か説明しておきますか。原作は4コマ漫画なんだよね。本当に軽く楽しめる学園コメディって感じの漫画だね。まあジャンル的にはよくある学園ハーレムものであり生徒会ものだね。生徒会とかアニメだとやたらと権力持ってたりすることあるよね。実質学園の支配者的な生徒会長とかもいるよね。この作品はそこまでファンタジーじゃないから控えめな方だと思うけど、たまにそこまで生徒会はやらないだろうと思うことはあるけどね。で、この作品の最大の特徴といえばやはり、下ネタですな。それもかなりアダルティーな下ネタが多いね。結構 AV ネタが多いから大人の下ネタ作品って印象かな。マジで放送コードに引っかかるレベルのやつとかあるからね。多分ピーヨンの使用回数は銀玉に次ぐレベルでしょう。モザイクの使用回数もな。という小学生には早すぎるちょっと対象年齢高めのネタが多い作品だね。あとはまあキャラクターの魅力でしょう。主要キャラである生徒会の4人は津田を除いて全員かなりの優等生なんだけど、ちょっと残念なところがあるのが面白いところだね。会長なんかは最初権利の完璧な人に見えて頭の中がエロいことでいっぱいだもんね。その辺に謎の親しみを感じるキャラだよね。常人に見えて考えてることは自分たちと同じっていうより自分たち以上に頭の中思春期なんですけどって感じのある種のギャップ萌えキャラだね。他にも結構ギャップ萌え的なキャラが多いのが特徴かな。あと主人公の津田に好意を寄せてる女子が多いハーレムものでもあるんだけど、良くも悪くも津田って個性の薄いキャラだから見ててイラッとすることもないし、恋愛もドロッとしたところはないから気楽に見れるし、他の漫画の間に気楽に読んだり、テレビアニメで見るにはちょうどいい作品だと思う。ただ映画にするとなるとだいぶ話は変わってくる。まあ映画化というか長編化に全く向いてない作品だよね。基本テンポよく繰り出されるギャグを楽しむ作品だから、大きなストーリーラインとかなくて物語の軸がないんだよね。恋愛要素か生徒会の活動を軸に長編化することもできなくはないけど、それをこの作品に求める人もいないだろうしね。まあ普通に考えて映画化は無理な作品だよね。メインキャストですら劇場版が決まった時にこんなこと言ってるぐらい困惑だったみたいだからね。で、そんな無理難題な映画化だった前作の劇場版1作目なんだけど、テレビアニメをそのまま60分に伸ばして劇場で流しただけという、これがもうすがすがしいぐらいのアンサーだったね。映画だからこその要素とかほぼなくて、本当にいつもの生徒会役員どもをそのまま1時間にしただけ、劇場版とは一体、と言わざるを得ない。でもぶっちゃけそうするしかないって感じの作品だからね。それはそうなんだけどやっぱりお金払って劇場で見るんだから、普段のテレビシリーズではできないことをやってほしいんだよね。それがない以上は映画としては評価できるところはない。強いて言えば冒頭の校内を駆け回るところは映画的なカメラワークだったと言えなくもないけどね。それに映画かどうかは別にして単純に生徒会役員の1エピソードとしてはいつも通り面白くはあったと思う。まあ良くも悪くもいつも通りってことね。で、そんな劇場版から約3年経ってまさかの劇場版第2弾、正直発表された時はまたかよとは思ったね。普通に考えて前作と同じようになるのは分かりきってるしね。ただちょっと気になったのが前作より上映時間が18分伸びたってこと。前作の1時間ってなんだかんだでちょうどいいぐらいの尺だったから伸びたのには何か意味があるのか、もしかして前作とは何か違うチャレンジがあるのか、ってちょっと期待してた部分もあったんだけど、全くそんなことはなかったね。今回も平常運転でした。でしょうね。
予告編の時点から察してはいたんだけど、マジでいつも通りすぎて内容的に語ることがほとんどないんだよね。映画としてどうかとか気にせずいつもの役員どもの活躍が見たいっていう人にはとりあえずおすすめ。いつもとは違う何かを求める人にはそんなものは何もないよ。っていうだけの作品だからね。まあこのいつも通りの感じを楽しむ作品ってことね。映画になってるかどうかは別にして面白くはあるんでしょ。確かに何も考えずに見てる分には面白いし笑えるんだけど、前作と比べるとちょっと分が悪いところがあるんだよね。一つはさっきも言った上映時間が伸びている件。生徒会役員どもってやっぱり4コマ漫画的な小ネタの連続を軽く楽しむタイプの作品だから、30分のテレビアニメとかならちょうどいいけど長時間続けてみると正直飽きてくるというのがある。前作の1時間はちょっとギリギリのラインだったと思うんだけど、今回18分も伸びてるから後半は若干だれてきた感じはある。あと前作は1作目だからこその意外性というのがあったけど2作目だとそれがないというのもあるね。具体的に言うと劇場版なのにこれもやるのかよ、みたいなネタ。ああ、たまにやってたミニコーナーみたいなやつね。確かにこれを劇場版でもいきなり入れてくるのはある意味不意打ち感あるね。前作はこのコーナーが始まっただけで爆笑が起きてたからね。ただ2作目だともうその不意打ち感はなくなっちゃうのは痛い。そういうのもあってか前作と比べる劇場の反応はちょっと弱くなってた。それなりに笑ってる人はいたけど前作はかなり大爆笑って感じだったからね。でもほら、今だとコロナとかあるからみんな笑うのはちょっと控えてるというのもあるかもよ。確かにそれはあるかもね。とりあえずいろいろ言ってきたけど全然つまらなかったわけではないから、生徒会役員どもとしては十分いつもの面白さは担保されてると思うし、キャラクターの数もそこそこ多いのでどのキャラにもある程度の出番があるようにバランスよく作られてるとも思う。推しのキャラが全然出番なかったってことはあんまりないってことね。あと予告編でやってた津田がいなくなってしまった件の予想以上にくだらないオチは爆笑でした。それに地味に津田をめぐる恋愛関係に大きな変化があったエピソードでもあるんだよね。一応ネタバレしないでおくけどあのキャラが好きな人は必見かも。ただ一ファンとしてめんどくさいことを言わせてもらえば、今回ウォーミーと津田の絡みがほとんどなかったのはちょっと残念でした。うつ主はウォーミー推しなのね。まあとにかく細かいこと気にせずに見る分には十分おすすめです。ただもう劇場版はいいので次はテレビアニメ3期をお願いします。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。